キーハン島、キーハン島の位置クリップ、キーハン島周辺の地形図キーハン島は、本州中央部から南側の太平洋に突き出る日本最大の半島である。名称は、木が多く自然豊かの木がキーハン島の木になまったとされる。半島の範囲に明確な境界線は存在しない。海岸線が南北方向から東西方向に変わり、 東西の付け根の大都市である名古屋、大阪を幾何学的に直線で結んだ場合、愛知県西部、三重県、奈良県、和歌山県、大阪府中部以南の一体となるが、大胸木の川と志田川を結ぶ、中央構造線以北はそれぞれ中京大都市圏、京阪神大都市圏の一部として扱われることが多く、交通網も発達し広大な平野を有するため、半島の特徴に乏しく、 キー半島と呼ぶことは少ない。半島振興法では、中央構造線以南の三重県の松阪市以南の南西、島、東紀州地域、奈良県の五条、吉野地域、和歌山県の全域が、キー地域と指定されている。また、キー半島三県知事会は、三重県、奈良県、和歌山県の三県の知事で構成されている。太平洋に面し、西側は、大阪湾、 紀伊伊水道を挟んで、東国にに向かい、東側には熊野灘、伊勢湾が広が広る。北西部に大阪平野、生駒山地、北部に奈良盆地、上野盆地、笠木山地、北東部に伊勢平野、能美平野の一部、布引山地、西部に和歌山平野、泉山脈、金剛山地を有し、東部には島半島が付属する。 中部以南の大部分は、紀伊産地に属する外帯産地で、大台ヶ原、大峰山など最高域は、奈良県にあるが、和歌山県、三重県側にも、険しい山が多く、海岸にはほとんど平野部がない。植生は、常緑紅葉樹林が多く、林業などが行われており、高野龍神国定公園、吉野熊野国立公園などがある。 複雑な海岸線はリアス式海岸と呼ばれるもので天然の良好を持つ。中南部沿岸が冬が温暖な南海型の太平洋側気候、北西部沿岸が一年を通して降水が少ない瀬戸内式気候、北東部沿岸が冬は寒さがあまり厳しくなく雨や雪が少ない東海、関東型の太平洋側気候、内陸部、山間部は 寒暖の差が激しい内陸性気候で、特に南東部の熊野灘に沿った地域は、日本で最も年間降水量が多い。夏から秋にかけては、台風が多く襲来する。このため、日本有数の台風銀座として、有名な地域である。特に、伊勢湾台風や平成23年台風第12号では、大きな被害をもたらした。木の川北岸沿いに、中央構造線が走り、 中央構造線の南側に沿うように、仏像構造線が走っている。実質的には、中央構造線以北は、両家帯、仏像構造線以北は、南側帯、秩父帯、黒瀬川帯、仏像構造線以南は、四万都帯からなる。四万都帯は、中央構造線以南の大部分を占め、深帯であり、北部ほど古く、北部が、中西層。 南部が第三基層に属する。三重県松阪市伊高町、日立の日立の中央構造線は、日本国の天然記念物に指定された大規模な中央構造線の路頭である。和歌山県の白崎海岸には、古生代末期の石灰岩層があるが、これは中世層に取り込まれたものであることが判明している。なお、この地域の地質には、火山の要素がほとんどなく、実際に、 火山は存在しない。他方、歴史の古い温泉がいくつもあり、これは珍しい組み合わせでもある。本州最南端を含み、全体が南に突き出した、この地域は、本州でも特に温暖な地域であるが、同時に山が多く、複雑な地形と、降水量の多さも、相まって、極めて豊富な生物症を持つ。この地域を分布の北限とするもの。 あるいは難言とするものも多いが、主要分布域から離れてこの地域に隔離分布するものも数多い。また固有種や、いわゆる素早焼要素と呼ばれる、この地域と四国、九州だけに分布するという方も見られる。植生に関しては団体域にあり、定地はほぼ商用樹林である。海岸からある程度の内陸までは、スダジー、コジー、 荒菓子などが優先する森林が見られることが多いが、これらの曲草はタブバヤシであるとも言われる。内陸部では菓子類の優先する森林となり、北部では白菓子、南部では裏ジロ菓子、ツクバネ菓子などが出現する。臨床や谷間にはシダ植物の種数が多く、多様性が高い。これらの森林は標高1000メートルくらいまで伸び、上部では赤菓子が多くなる。 また、もみ、津賀を交えることも多く、一部地域では、戸がさわが混じる。標高1000メートル程度から、ブナや水ならが出現し始め、落葉樹林となる。特に、和歌山県の大東山の山頂域のそれは、本州最南端のブナ林と言われる。和歌山市出身で、後に、田辺町に約40年居住した、港熊楠は、 年金をはじめとした、この地域の豊かな植生に注目し、膨大な収集標本を残した。これは現在でも、研究の対象となっている。固有種や固有亜種は多く、往々にして、奇襲期域の国熊野などの合をした名前を、付けられている。有名な最終地として、高野山や夏田期近辺、大台ヶ原などもあり、これらの豪を何持つ種もまた多い。 哺ニュール一的に、急峻な山岳が大部分を占めるため、交通の便は良くない。避難地方に例状として、著名な熊野本宮大社があるため、古くから徒歩及び船便が発達していたが、それらが使われなくなった後、それに代替する交通機関に乏しい。いわゆる熊野古道は、山間のネブを縦走しているが、現在的な交通手段ではこれらは利用し難い。 現在の主要な幹線は海岸線沿いを通るもので、山間部では交通路の発達が悪い。内陸に入る道は各河川沿いに入るものが多い。中部では中央構造線沿い運交通が発達し、その北ではやや山が少ないため、コースの自由度は高くなる。鉄道網については、紀伊半島を海岸沿いに縦断する旧国鉄の規制本線がある。 帰省本線は新宮駅を境に西側が JR 西日本、東側が JR 東海のエリアとなっている。JR グループの路線では名古屋駅から JR 南波駅までの内陸部で関西本線、関西本線に接続する亀山駅から和歌山市駅までの海岸部で帰省本線という2つの幹線が建設された。これに接続する三宮線、阪和線、 大阪環状線、大阪東線、関西空港線、桜井線、和歌山線、名称線、さらに第三ターの伊勢鉄道に転換した伊勢線などがある。大阪や名古屋の近郊区間では普通、快速列車が比較的高頻度に運転される。帰省本線では、新宮伊勢で直流電化が行われ、大阪方面への特急、黒潮が運行される。 キ伊カツウラ駅島では、秘伝各艦を経由して、名古屋方面へ特急、ワイドビュー南機が運行されている。特に中央構造線以南では一部の海岸沿いの地域を除くと人工気迫地帯が広がり、厳しい山岳地形にも阻まれている。鉄道網は発達せず、特に、戸塚川村などの奈良県南部は広大な鉄道空白地帯となっている。 かつて国鉄後新線の建設計画があった。五条、木戸間の路盤建設工事は完成していた。昭和30年代から1970年までの高度経済成長期以降、モータリーゼーションの進行や昭和50年代の国鉄の財政悪化などから工事は木戸で打ち切られた。完成区間も沿線人口や輸送量が少ないことからレールの不設や 列車の運転は行われず、代わりに、鉄道用路盤の上に、バスが運転されるようになった。一方、関西本線は特に亀山かもが非電化のまま、残される状態にあるが、同線に沿って、中央新幹線の建設計画が進められており、建設主体の JR 東海は、リニアモーターカー方式を想定し、計画では、名古屋市大阪市間の開業を2045年としている。 将来は、当地の事情が大きく変動する、可能性がある。また、おおむね中央構造線以北では、大阪近郊内陸部名古屋近郊にかけて、近畿日本鉄道、大阪市から和歌山市までの大阪湾岸で、南海電鉄の2つの大手民鉄会社が路線網を広げ、近郊輸送や観光輸送などを行っている。近鉄は、名古屋大阪の都市間輸送でも、 特急などが活用されている。両社に接続する形で、半海電気軌道、仙北高速鉄道、水間鉄道、伊賀鉄道などが営業しており、大阪市高速電気軌道の一部も大阪市内のほか、堺市内、東大阪市内、八尾市内や奈良県内に足を伸ばしている。道路網については、紀伊半島沿岸部の高速道路網が全通していない状況である。 主な高速道路に、阪和自動車道、近畿自動車道、伊勢自動車道、新名神高速道路、帰省自動車道、伊勢湾岸自動車道、東名阪自動車道、名阪国道、西名阪自動車道、堺泉北道路、阪神高速の環状線、湾岸線、淀川左岸線、堺線、松原線、大阪高線、東大阪線、西大阪線、大和川線、 第二半羅道路、関西空港自動車道、南半羅道路、京奈和自動車道、名古屋高速道路の環状線、万馬線などである。三重県北部や奈良県北部を経由して、名古屋と大阪を結ぶ高速道路はすでに完成し、工場誘致などの産業開発が進められているが、三重、和歌山両県を縦断する海岸沿いの路線の建設は未だ継続しており、一部では、 新直轄方式の導入も決まっている。前線完成へ向けて事業継続中である。航空路では北西部沖の大阪湾上には日本国内及び海外からの西日本の玄関口である完全24時間営業空港の関西国際空港があり、和歌山市内へのアクセスも配慮されている。南西部には南紀白浜空港があり、 東京の羽田空港との間で日本航空の定期便が毎日運航されている。なお南紀白浜空港開港前の1960年代には水上飛行機を使用した航空路線が存在し、日東航空が名古屋島島と白浜大阪及び名古屋、勝浦大阪を結ぶ紀伊半島一周路線を中日本航空が 名古屋島串本線を運行していたが1964年までに廃止された。港湾は伊勢湾や大阪湾で特に整備され、阪神港、大阪港、堺仙北港など、和歌山港、和歌山下津港や三重県の四日市港、名古屋港は特定重要港湾に指定されて、阪神工業地帯、四日市コンビナート等の化学工業地域の基盤となっているほか、 蕎麦港では伊勢湾の対岸になる厚見半島へ、和歌山港では紀伊水道の対岸になる徳島港へのフェリーが運航されている。一方、海岸沿いの各地域をめぐる航路は規制本線の延長により廃止され、現在は島半島沿岸の離島との間で小規模な都線が残る程度である。古代大和王権が紀伊半島北中部を本拠地としたため、 古代大和王権と密接に関わってきた神社や、日本の建国神話に関する人物を祀る神社が集中する。他方、古くからの温泉がいくつもあり、それらは熊野古道などとも関連が深い。また、白浜町は、本州で一番南の温暖な地域として、昭和期には、新婚旅行の名所でもあった。伊勢島地方は、伊勢神宮に絡んで、 やはり重要な観光地であり、現在も多くの観光施設が集中している。帰省本線の滝駅後防駅間は JR やその他の鉄道事業者の鉄道路線に接続する乗り換え駅が存在しない。これは日本においては最長である。2012年3月現在、西側では南北田辺インターチェンジ、東側では木永島インターチェンジ北が完成し、 大阪や名古屋とつながっている。ありがとうございます。